フルモデルチェンジを受けて4世代目に進化した日産エクストレイル、一般道公道でのね試乗のチャンスがやっと巡ってきました。前にねテストコースでの走りのまあお試しはあったんですが、ちょっとね僕は、その時どこだかにアメリカかな行ってて、乗れなかったんで、本当に正真正銘ね初乗りとなります。今乗ってるのはエクストレール G、4駆 e-force ですね。こちらのモデルになります。エクストレールといえばね2013年ですからね、先代が出たのなんと9年ぶりの、フルモデルチェンジということで、まあすごく待たされたなという感じがあります。まあ日産ね一時期本当日本市場にね新車がなくてってのが続いてましたけど、ここのところはねこうして着々とニューモデル導入してくれててね、まあ嬉しい限りですよね。そしてね車が単に入ってるというだけではなくて、しっかりどれもね見どころのあるものになってるなというふうに思います。このエクストレールもね結構そういう車になってると思うんですよね。まず見た目ね、初代2代目は本当にタフギアって言葉使ってましたけど、道具感があるねスクエアなボディのデザインがね、あとはまあ例えば防水の内装とかそういうのを使ってすごくねこうアウトドア派というかそういう人たちにアピールする車だったんですよね。まあ、実際はねそういうアウトドアとか行かないよって人でも気分が上がるというか、ちょっと違うもの乗ってるそういうなんか良さあったと思うんですよ。まあ、それがね3世代目ではちょっと今風のいわゆるねオフローダーというよりかは SUV みたいなね滑らかフォルムになりましたよね。まあ、あの時にね、そのタフギア的な要素に加えて、まあ、今時の SUV らしさ先進性、考えられたと。まあ、ハイブリッド出たりプロパイロットついたりね、まあそういう進化があったんですけど、なんか時代の流れ的にはねこのカクカクとしたというかラギッドななんていう風にも言いますけど、そういう SUV にね、トレンドが寄ってきてたんで、ちょっとね外しちゃったかな感も後半は特にねあったし、個人的にはねやっぱりこのエクストレールのね道具感みたいなところ気に入ってたんで、ちょっと3世代目はねちょっと残念な思いって正直あったんですよね。でそれを踏まえての4世代目はちょっとその道具感に戻してきた感がありますよね。全体にスクエアなボディで、なんだろうな、これぞオフローダーっていうかねタフギアって感じを出してる。ただ同じところに戻してこなかったんですよね。言ってみればより洗練された上質な、まあそういう言葉で表現されるような方向に来ました。これってね実は車両価格を見てもね結構、ベースグレードで70万円ぐらい上がってんのかなっていう感じなんで、まあクラス1個上げてきたぞと、半個ぐらい上げてきたぞと、そういう感じですかね。なんでかなと思ったら、やっぱりね今マーケットがそっちに移行してるんだそうです。昔は本当に300万円以下ぐらいのものが売れていたこの SUV マーケット、今はね350万円以上ぐらいが中心だということで、まあそこでさらにねそういうマーケットにはこの道具感というかそういうタフギア感ですね、そういうものを持ったものが実はライバルとしてないぞと、まあ言ってみれば乗用車ライクな SUV が多いぞというところで、ここにまあスイートスポットあるじゃんということで、新型はねそっちの方向にこうなんだろうな進化というか変化というかしてきたと、まあそういうことのようですね。実際エクステリアとか見てもねライト周りとか本当に凝ったデザインでね光った時の美しさなんかね意識されてますよね。グリルとかあとテールランプなんかにもちょっと和の感じが入ってるのは最近の日産らしいところかな。まあそういうところを含めてねデザインは丹念に練られてるなという感じがします。なんかまあ流麗なとかそういう感じのデザインではないと思いますけど、ちょっとねいいなと思ったのが全長がね4660ミリで先代より30ミリ、短くなってます。全幅とか増えてるんですけど、あでそして全高も下がってるのかなんですけどね、それが結構凝縮感みたいなものになってて、いいのかなというふうに思いますよね。なんかどこにでも乗っていけるね、それこそキャンプ場とか来て、狭いとこ入っていくのもなんか苦にならないようなイメージがあるなという感じがしますよね。でその割にはインテリアは結構広くてですね、先代と比べてねルーフは下がってるんですけど室内光はキープされてると、割とねこのがっしりとしたインパネで力強い感じ出しつつもで囲まれ感とかあるんですけどね、なんか非常にゆとりあるものになってるなと感じます。2列目シートね、3列ある仕様も1個だけあるんですけど基本は2列です。2列目シートをねロングスライド260ミリかなできますし、畳めば完全フルフラットになる。荷室も非常に広くてこれクラストップですよね。ゴルフバッグ4つも収まるんですけど、それだけじゃなくてさらにその他にも荷物入るぞぐらいのスペースがあると、
このあたりの使い勝手はね、確かにクラスベストかななんてふうに思います。まあちょっとね、いや、トノカバーがないこととか、あとセンターアームレスト倒すと負担がなくてね、もうすぐに、要はセンターアームレストだけ使いたいだけなのに、ね、トランクスルーになっちゃうとか、ちょっとそういうところに不満はあるんですけどね。まあでもこの容量に免じて許してあげようかなという感じはあります。あとね、リアドアが90度近くまでガバッと開くのとか、そういうところも、まあ、ちゃんとね、使い勝手を考えてるなというふうに思わせるところですよね。で、この車、G で、ナッパレザーのね、素敵なシートもあるんですが、これはね、いわゆるシンセティックレザーなんですよね、標準が。でもこれもね、非常に滑らかで、本当にソフトレザーと間違えちゃうぐらいの柔らかさ、クッション性というかね、持ってますね。これだから、結構ね、ナッパレザーが 35% かなってオプション、結構な比率で選ばれてるようなんですが、まあ今確かにね、この価格帯が上がってきてるというのを実感させますけど、この標準もね、なかなかいいぞという感じです。まあハイテク感ありますよね。デジタルのパネル。そしてここはタッチディスプレイ。さらにね、大きいヘッドアップディスプレイも標準です。まあこうしたあたりね、タフギア感みたいなものをしっかり残しながらも、そのね、先進の機能性みたいなものが備わってるし、上質感みたいなね、ところあるよねと感じます。さらにね、この車の、まあ大きな特徴が、パワートレインですよね。 E パワー採用してきました。しかも VC ターボエンジンを使った E パワーですね。 VC ターボつまり可変圧縮比エンジンです。 1.5 リッター3気筒の可変圧縮ターボエンジンと電気モーターを組み合わせています。で、前輪駆動モデルだと 150kW だから204馬力かなになりますよね。で、これ乗ってる G-Force だとリアモーター、リアモーター駆動で、これが 100kW ですね。140馬力とかかな。なので、結構パワフルになりますよね。というわけで、はい、乗ってどうなのかというと、まずね、走り運動の前にすごく静かな音に驚きました。ドアをね、もう閉める瞬間からバンってしっかり閉まるぞっていう感じするんですよ。これをね、で、実際に閉めて室内にいると、なんかね、ほんと空気が変わったかのように静かな感じがします。で、なるほど、こういうところ重視してるんだなともちろん思うんですけど、走り出してもめちゃくちゃ静かなんですよね。なんかね、サラーっとした音がするだけみたいな、そういうイメージでね、乗れちゃいますね。これ実際ね、このサイドウィンドウなんかは、防音ガラスになってたりとかね、あとは細かいボディに穴って結構開いてたりするわけじゃないですか。ハーネスが通るような、そういうところなんかもしっかり塞いだりとね、このあたりはまあ上質洗練というキーワードがあるようにね、丹念に仕事がされているね、遮音対策がされているようですね。まあそれちゃんと聞いてます。で、まあさらに言えば、エンジンがね、これかかっても静かというか、そういうところ、パワートレインの出来も、この静粛性に効いてるのかなと思うんですよね。まあもともと E パワーね、当然走れるだけ、電気モーターで走る。そしてね、エンジンは充電に徹するというわけで、普段ね、エンジンのかかる頻度がまず少ない。これやっぱ同クラスのハイブリッド車に比べてもね、エンジンかかるの本当3分の1ぐらいというふうに言ってますし、実際そういう印象ありますよね。まあそれがね、エンジンかかる領域になっても、ね、まあもちろん街中とかでも必要に応じてかかってるんですけど、あんまりうるさく感じない。うん、そこですよね。まあいろいろ制御とか遮音とかもあるし、やっぱりこのね、可変圧縮ターボエンジンですよね。圧縮比を変化させるということで、一番高いところでは14って圧縮比になるんですよね。まあ、負荷がね、小さいところでは、そうしてエンジンはね、高効率な領域で、まあ高効率な圧縮比でね、回してあげて、しっかりと充電しておくと。で、これね、速度上がってくると、圧縮比下がっていきます。ね、そうすることで、まあターボ、ちゃんと効かせて走らせる。つまりパワーをしっかり出していくということですね。これをね、一つのエンジンで使い分けているというのがこの面白いところかなと思います。本当にね、その移り変わりはね、もちろんダイレクトにね、エンジンで駆動してるわけじゃないので、まあほとんどわからないです。ただ、低負荷域では効率の良く、そして高負荷域、ね、アクセルバーンと踏んだ時なんかには、しっかりとパワーの出るエンジンを積んでいるぞということなんですよね。で、その時にもね、エンジンの回転上昇結構リニアで、回転数先行みたいになったりしないんでね、非常にね、吹き上がりが気持ちいいみたいな感じを得ることができますね。そしてね、E-Force。まあ、前後の駆動力を自在に制御するのと、まあ、ブレーキを使うことで、車両挙動の安定化と、まあ、それでいて素直によく曲がる特性、これをね、まあ両立させるというのがこのシステムだと思うんですが、そんなにというかね、正直違和感はなくて、なんかしかもぐいぐい曲がるぞとそういう感じの足でもないですね。ただ
すごくよく曲がります。それはね、でも違和感、不自然ではなくて、うわこの車よく曲がるねという感じでしょうかね。はい、非常に気持ちよいハンドリングを実現しています。ただしね、まあ個人的な好みもありますけど、ステアリングはねやや軽すぎかな。軽さ重さじゃなくて、ちょっと手応え感、こうやって切ってった時にね、もう少しグリップを手のひらで感じたような気はしますね。あの車両の挙動がね軽快なんで、まあそれに合ってるとも言えますけど、軽快に曲がっていくだけにね、なんかもっと地に足のついた感じが欲しい、そんな感じがします。ちょっとねステアリングフィールもそうですが、車全体にその接地感というか、そういうところはやや気迫っぽい感じもありますね。まあタイヤの特性とかそういうものもあるのかもしれないですけど、もう少しね、あの走り好きの僕としては、なんかね実際スタビリティとか上がってるのは分かってるんですけど、うん、路面とねしっかりくっついてる感じがあるといいなみたいなことは思いますね。でもう一つ、まあ走りに関してちょっと細かいことを言うならば、ブレーキですかね。E ペダルで走ってる時なんかもね、 E ペダルステップついてますけど、あの減速感にちょっとねなんかリニアリティを欠くというか、そういう感じがありますね。なんかちょっとガクッと途中でなんか変わるなみたいな。まあモードいろいろあってね、ノーマル、エコ、スポーツ、オフロード、スノーねあるんですけど、まあ全部を試したわけじゃないし、ちょっとシチュエーションがね、いろいろ試せてるわけじゃないんですけど、もう少しアクセルオフの時にリニアでもいいのになという気はします。今回ね E パワー車で初めて減速時にあのブレーキ制御も入るんですよね。あの回生だけじゃなくて、実際にブレーキつまんでね制動力出す、この制御も入ってるんですよ。これがちょっともしかしたら悪さしてんのかな、まあちょっとまだ想像の域ですけどね。で実はねこの E ペダルオフにしてフットブレーキで止めてる時なんかにも、ちょっとねなんだろうな、もっと手前からグッと効いてくれないかなという感じがあります。なんか思ったより効かないからグイッと踏み込むと、なんかノーズが思いっきり前に出ちゃうみたいな。一応触れ込みとしてはね、ブレーキノーズダイブとかその時にはリア側の回生量を増やして、ね、姿勢変化を抑えるというふうに言われてるんですけども、ちょっとそこまでの効果感じないかなっていうところは正直あるかなというのが正直な印象ですね。とまあ細かいこと言いましたけど、おそらくこれ雪道とか言ったらね、まあノートなどのね E パワー 4WD で経験してますけど、無敵の走破性を見せるんだろうなという気もしますし、とにかく静かで快適、ユーティリティ性も高いということで、うん、あの日産がね狙ってる通りのそのタフギアであるところと上質洗練みたいなところはね、かなり高いレベルで両立できてるというか実現できてる、うん、そういう車なのかなというふうにね思いますね。この車、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、 CMF プラットフォームね、日産そして今や三菱も使ってるということで、アウトランダー PHEV とも実はね、まあ兄弟車とは言わないですけど、そういう関係にあるわけですけど、このプラットフォームの実力が高いということも、まあ正直ねよく分かったなという気はします。それを活かしてね、それぞれのブランド、それぞれのメーカーがね、特色のある車作ってきたなという感じもありますよね。まあ、このエクストレイルね、新型になって、本当に待たされたという話しましたけど、まあ、きっとそういう方多かったんでしょう。もうね、8月末の段階で1万7000台だったかな、のオーダーが来てると。これね、エクストレイル史上、E パワー車史上最高の数字だそうです。これから街で見かける機会、多くなるんじゃないかなという気がしますよね。そしてね、きっとね、これからその買われた皆さんが、まあ、エクストレイルですからね、ガンガン遊びに使う。ね、そういうシーンをね、見ることになるんだろうなという気がしますね。